たくさんの命が紛れもないあの人の手で。やはりこうなった。分かっていたんだぞ、私はこうなることが。なのにレフィーア、お前がここに来てしまったから、私は今お前にそんな顔をさせてしまっている。私は今これからお前まで殺さなくてはならない。どうして来てしまったんだ、レフィーア。どうして、どうして。だから言ったじゃないか、オラリオから離れようと。お前があの時うなずいてくれさえいれば。せめて全てが終わるまで心の壊れた人形でいてくれたなら。殺したくないのに、お前だけは殺したくなかったのに。でも死ぬというのなら、いっそ私の手で。だが待てよ、お前にも魔石を埋め込んで私と同じ存在にしてしまおうか。もしかしたらレフィーアも落ちるかもしれない。ああ、それはいいかもしれない。いつも綺麗事を言うレフィーア、無垢な子供のように振る舞うレフィーア、美しいレフィーア、私はいつもお前にイラついていたんだ。眩しいお前の前で私は常に惨めだった。お前も抜け出すことのできない絶望に閉じ込められてしまえばいい。いや、ダメだ。そんなことはダメだ。レフィーアを汚してはいけない。私と同じ存在なんて、レフィーアを汚すなんて。フィルビスさん、ならばやはり殺すしか、葬るしか。私がレフィーアをこの手で。泣いてる、笑いながら泣いてる。黒い仮面と白いあの人が叫び合ってるみたいに。あの人はもうずっと前から壊れてたんだ。もう一人の自分に黒い感情を押し付けないと、こんな風にぐちゃぐちゃになってしまうくらいに。死ぬこともできなくて、神にすがるしかなくて、あるはずのない光を求めて闇に埋もれ続けながら。苦しんでる、苦しんでる。フィルビスさんは今
もずっと苦しんでる。どうして泣いているんだ、ルフィア。怖いのか。安心していい。痛みなど感じないように一瞬で終わらせてやる。初めて。初めてこんなにも神様が憎いと思った。